ガキは邪魔だから施設に行け。私に母はいませんが。私は高橋めぐみ。まだ小学5年生で、父と母と3人で暮らしている。父はとても優しく、休みの日も遊びに連れて行ってくれる。母は父がいると普通に接してくれるのだが、父がいない時は冷たいような、そっけないような感じがして、ちょっと話しかけづらい時もある。行ってきます。いつものように父は朝早くから仕事に行く。私は朝ごはんを食べながら行ってらっしゃいと言った。時計を見ると、私ももうすぐ学校へ行かなければならない時間。早く着替えなきゃ、と少し急いで朝ごはんを食べる。ごちそうさま。私は食べ終わった後の食器を流し台に置いて、着替えるために自分の部屋に戻ろうとした。待ちなさい。母から呼び止められ、振り返ると、母が流し台を指さしている。これ、誰が洗うの？え？母の目は冷たく、怒っているようにも見える。いつもはこのまま着替えて学校に行くけど、そうすると怒られる気がした。自分で洗う。私がつぶやくように言うと、何？小さくて聞こえないんだけど。母が急に怒鳴った。ビクッとなる体。でも、自分が悪い気がしたので謝る。ごめんなさい。自分で洗う。当然でしょ？これからは自分のことは自分でやってよね。母は怒りながらエプロンをソファーに投げ、自分の部屋に行った。母の言うように、自分のことは自分でしないといけないな、と反省し、朝ごはんの食器を洗って家を出る。学校で友達と話していると、親の話になった。友達の話を聞いていると、みんなのお母さんは優しく、怒られることもあるみたいだけど、仲が良さそう。めぐみちゃんのお母さんはどんな人？友達に急に聞かれ、答えに困る。でも、きっと母が冷たいのも私の勘違いで、今まで私が自分のことをしてなかったから機嫌が悪いんだろうと思い、とても優しいよ、と答える。友達からいいなぁと言われたけど、なぜか私は複雑な気持ちだった。ただいま。家に帰ると母はいない。買い物に行ってるのかなと思い、自分の部屋で宿題を始める。気づくと、外はもう暗くて、時計も、いつもなら夕飯の時刻を指しているけど、母は帰ってきていなかった。それから少しして、玄関から物音がし、ガサガサという音とともに、冷蔵庫の開く音がする。自分の部屋のドアを開けて、キッチンを覗いてみると、母の姿がある。お腹が空いていたのもあって、キッチンへ行き、母に、お帰り、と言う。ただいま。振り返りもせず、早口で返された返事を聞く限り、まだ機嫌が悪いよう。今日のご飯は何？私は笑って聞いた。でも、これがいけなかったのか。振り返った母の顔は怖かった。はあ？自分のことは自分でしろって言ったでしょ？もうすぐパパも帰ってくるし、ママはご飯作りで忙しいのよ。それ以上母に何も言えず、私が仕方なくカップラーメンを作ろうとしていると、父が帰ってきた。ただいま。父の声が聞こえると、母は、私の手から素早くカップラーメンを取り上げた。その行動にどうすればいいのか動揺していると、父がキッチンに入ってくる。お、夕飯は今からか？私は優しい父の顔を見て泣きそうになる。お帰り。
今日買い物に行くのが遅くなっちゃって今夕飯作ってるのよ。パパもめぐみももう少し待ってね。母の顔が優しい顔になる。もう怒ってないのかよくわからなかったけど、母の作ったご飯を食べられると思うと私は嬉しくなった。その後家族で夕食を食べ、父とゲームをして楽しい時間を過ごした。きっと母もちょっと機嫌が悪かったんだろう。自分のことを自分できちんとしたらもう怒ることもないかもと考えながら眠りにつく。翌日から私は自分のことを自分でするよう頑張った。朝ごはんの食器も洗って、干されている洗濯物も自分で畳んでクローゼットにしまう。自分の部屋に掃除機をかけ、母の帰りが遅い時は自分でカップラーメンを作って食べた。これできっと母に褒めてもらえると思うと嬉しくて顔がニヤッとする。母はまだ褒めてくれないが、怒ることは少なくなった。父がいる時には家族3人で楽しく過ごせる。私はそれが嬉しかった。ある時うめき声のようなものが聞こえ、目を覚ますと夜中だった。私はもしかして幽霊かと思い布団に潜り込む。うめき声はしばらく続き、私が恐怖で体を震わせていると急に救急車の音が聞こえてくる。救急車の音はすぐ近くで止まり、近場に来たことがわかる。誰だろうと思っていると玄関先が騒がしくなる。ここで初めて自分の家の前に泊まったことに気づき、ベッドから飛び出ると父が運び出されるところだった。パパ！私は叫んで近づいた。父は青ざめて冷や汗をかいており、とても辛そうなのがわかる。私は涙が出てきて救急隊の人にしがみつき、パパを助けて！と言うと、救急隊の人は私の頭に手を置き、今から病院に連れて行くからね、と言った。その後、母と救急車に一緒に乗り、病院に着くと、父はバタバタと運ばれていく。私と母は指定された場所で待つしかなかった。父に何かあったらどうしよう。いなくなってしまったらどうしよう。待っている間、私の心は不安でいっぱいだった。しかし、隣にいる母は腕を組んでスマホを扱い、全然心配そうではない。私は一人泣きながら、誰かがもう大丈夫ですよと言ってくれるのを待った。どれくらいの時間が経ったかわからないけど、しばらくして医者がこちらに来る。母と医者は何やら難しい話をしていて、聞いていて私が理解できたことは、父に病気が見つかり、しばらく入院することになったということだけだった。最悪の事態は免れたことに喜ぶべきなのだろうけど、父が病気と戦わないといけないことにショックを受ける。そして、しばらく家に戻ってこれないことも。とりあえず一旦家に帰った私と母。母は父の入院の準備をした後、また病院へ戻った。一人家に残された私はベッドで横になるも眠れず、帰宅した時間が早朝だったこともあり、すぐに外が明るくなる。学校に行かなければならない。でも学校に行くような気分じゃない。私はご飯を食べる気にもならず、そのまま布団の中に潜った。あんた学校行ってないの？母に気づかれたのは昼だった。学校に行ってないことを怒られることはなかったけど、病院に行かないといけないのか忙しそうにすぐ家を出ていく。朝から何も食べていない私は、少し何か食べようかなとキッチンへ行く。炊飯器の中にご飯が少し残っていたので、
冷蔵庫に入っている昨日の夜ご飯の残りをおかずにして食べた。そして夕方頃母が帰ってくる。母はお弁当を買ってきてくれた。今日はそれを食べなさい。あとカップラーメンもいくつか買ってきたから、明日からそれ食べて。わかった。ありがとう。母は父のことで忙しいから、私が迷惑をかけちゃいけないと思い、母の言うことを聞く。翌日、朝ごはんにカップラーメンを食べて、私は学校へ行く。友達からなぜ昨日休んだのかと聞かれ、体調が悪かったからとごまかした。先生は事情を知っているようで、私に優しい言葉をかけてくれた。家に帰ると母はいなくて、父のところに行っているんだろうと宿題を始める。私も父に会いたい。次の休みに私も連れて行ってもらえないかを母に聞いてみようと思った。私が宿題をしていると電話が鳴る。家には私しかいないため、私が出る。もしもし。おう、めぐみか。何してた？電話の相手は父で、私は父の声が聞けて涙が出る。パパ、もう大丈夫なの？会いたいよ。私が泣いていると、父は優しく笑った。心配かけてごめんな。もう大丈夫だよ。パパもめぐみに会いたい。ママと一緒に来てくれると嬉しいな。ママにお願いしてみる。うん。ああ、そうだ。ママはいるか。父の言葉にクエスチョンが浮かぶ。母は家にはいない。私は父の病院にいるとばかり思っていた。ママ、いないけど、病院にいるんじゃないの？そう言うと、父は何かを察したのか、少しごまかすような言い方をする。ああ、そっか。そういえばさっき帰ったんだった。もうすぐ帰ってくると思うよ。めぐみ、ご飯食べれてる？うん。ママがカップラーメンとか買ってくれてるから。私がそう言うと、父は少し無言になり、そっか、と言うと、違う話をしてくれた。父としばらく話した後、玄関が開く音がしたので、母が帰ってきたことを伝える。父から母に代わってくれと言われ、帰宅した母に電話を代わる。母は少し動揺したような顔をしながら電話を代わり、父と話していた。帰宅した母からは、タバコの匂いがして、私はどこに行ってたんだろうと思いながら、自分の部屋に戻る。翌日、母から一緒に病院へ行くかと聞かれ、行きたいと答えると、少し微妙な顔をされたけど、連れて行ってくれた。久々に会う父。点滴につながれているけど、私を見るなり笑顔になってくれる。めぐみ、来てくれたんだね。私は父に抱きついた。元気そうな父を見て、また泣きそうになったけど、会えたことがすごく嬉しい。しばらく父と話をした後、母から帰るよと言われ、名残惜しくも病室を出ていく。振り返ると、父が笑顔で私に手を振ってくれ、またおいでと言われた。でもまさか、それが父との最後の会話になるとは、思ってもいなかった。父の容態が急変し、あっという間に父は、この世を去った。私は、父がいなくなったなんて信じられないまま、母に言われるがままに、黒い服を着て、お葬式場へ。たくさんの人が父の葬儀に来てくれて、父にお別れを言っている。母の淡々と対応する姿を見て、やっぱり父は生きているんじゃないかと思った。式場の端っこで、ぼーっとしていると、声をかけられる。ねえ、
めぐみじゃない？振り返ると少しギャルのようなお姉さんが私の後ろに立っていた。誰なのかわからず私が困っていると、その人は私の隣に座る。めっちゃ久しぶりだもんね。私、めぐみのおばになるの。めぐみの父ちゃんの妹。そう言われてみると、父と顔が似ている。私の中におばの記憶はないけれど、父が妹の話をしているのを聞いたことがある。おばさん。そう、おば。父ちゃんに似てるだろ？そう言って笑ったおばの顔は、父そっくりだった。すると、おばが急に私を抱きしめる。もういいんだよ、泣いて。頑張ったな、めぐみ。私はいつの間にか涙を流していたみたいで、おばの言葉でもっとたくさん涙が出てきた。もう、父に会えないのか、ということを、初めて理解した瞬間だったようにも思う。おばが背中をさすってくれて、しばらくして落ち着いた私は、おばにお礼を言ってから飲み物を取りに行く。部屋に入ると母がいて、泣き晴らした私の顔を見て言った。は？泣いたの？みっともない顔。冷たく言う母の言葉は痛かった。ママは悲しくないの？ちっとも悲しんでいない母を見て、私は思わず母に聞く。悲しんでも仕方ないじゃない。もういないんだから。私は何とも冷たい母の言葉に体が震え出した。父と母と三人でいるときはたくさん笑って楽しかったはずなのに、母は父のことが嫌いだったのだろうか。私が硬直しているとおばがやってくる。あら、お姉さん久しぶり。おばが笑いながら言うと母の顔が変わる。あら、お久しぶり。ねえ、何か手伝うことある？いえ、ないわよ。ふーん。じゃあ、めぐみ、私とあっちにいようよ。おばは私の手を引いて部屋から連れ出してくれた。母の顔を見る限り、おばのことが苦手なんだろうとわかる。その後私はおばと一緒にいて、無事、父のお葬式が終わった。めぐみ、帰るわよ。お葬式が終わってしばらくすると、母が私を迎えに来た。おばはずっと私と手をつないでくれていたのだが、帰るために手を離す。おばの顔が少し悲しそうに見える。めぐみ、またね。うん、またね。別れがたい中、母に連れられ外に出ると、知らない車が止まる。お待たせ。母の知り合いのようで、母は車のドアを開けた。運転席には知らない男の人が乗っており、反射的に乗ることに抵抗してしまう。ぐずぐずしないで早く乗りな。今までの母とは思えない口調で言われ、しぶしぶ車に乗る。家とは反対方向に車が進み、私はずっと外の流れる景色を見てた。どこに行くのかわからない車に、少し恐怖を感じながら。着いたよ、さっさと降りな。そう言い、降ろされたところには、大きな建物があって、周りを見渡しても全然知らない場所だった。ママ、ここ、どこ？私がそう尋ねると、母はタバコに火をつけながら言う。ガキは邪魔だから施設に行け。何を言われたのかわからないまま、知らない男の人と母は車で去ってしまった。
私はしばらく頑張って追いかけたけど、車に追いつけるわけもなく、こけてしまったタイミングで追うのを諦めた。どこに行けばいいのかもわからず、置いていかれた場所へ戻っていると、私の横に車が止まる。すると窓が開き、運転席にいるのはおばだった。まさかこうなるなんてな。めぐみ、乗りな。おばに会えたことで安心した私は急いで車に乗る。おばから頭を撫でられ、緊張が解けたのか静かに泣いた。あんた今日何回泣くんだよ、かわいそうに。そのままおばの車に乗っていると、ある家に着いた。おばの家のようだ。言われるがまま上がると、おかえりと男の人の声が聞こえる。思わずおばの後ろに隠れると、おばが笑い、大丈夫だよと言ってくれた。恐る恐る相手を見ると、若い男の人が立っていて、私を見ながらニコッと笑う。ごめん、驚いたよね。俺はこのお姉さんの夫。君から見たら一応おじさんだよ。そう言いながら握手を求められる。優しそうな顔に安心し、握手をするとまたニコッと笑う。お腹空いたっしょ。ご飯できてるから。いっぱい食べなきゃ大きくならないぞ。うるさいな、母かよ。二人の楽しそうな会話を聞いて、私も見てると笑ってしまった。すると、お腹も鳴って、恥ずかしくて照れていると、二人に爆笑される。そして、久しぶりに楽しいご飯の時間を過ごすことができた。夜ご飯を食べた後、お風呂に入らせてくれて、パジャマも用意してくれている。そして、おいでと言われ、リビングに行ってみると、ホットミルクを用意してくれていた。ホットミルクなんて年じゃないだろう。ねえめぐみ。小学生はホットミルク好きでしょ。違うの。そんな会話をするこの雰囲気がとても居心地よくて、私は笑ってしまう。それにつられてか二人も笑った。そして話があるから座ってと言われ、ホットミルクの前に座ると話し始める。ねえめぐみ、うちの子になんない？私はホットミルクを飲もうとしていて、その言葉にむせる。え？ああごめんごめん、いきなり言っても驚くよな。おじが背中をさすってくれる。おばはケラケラと笑った。うちの子供になんなよ。あんな母親のところに戻りたい？おばの言葉に私は考え込んでしまう。母が嫌いではない。でも家でのことや父のこと、そして置いていかれたことを考えると、正直母の元に戻るのは怖い。実はね、君のお父さんから話を聞いてたんだ。え？父の名前が出て驚く。そしておばが詳しく教えてくれた。母と一緒にいたのは母の浮気相手で、母に浮気相手がいることに父は気づいていたらしい。そして私のことをとても心配していたんだとか。父の病気が発覚して、もう長くないかもしれないと思い、自分がいなくなった後、私を頼むと言われたそうだ。その話を聞いた私は涙が止まらず、ものすごく父に会いたくなった。お兄ちゃんはあんたのことがとても大切で大好きだったんだよ。そう言って撫でてくれるおばの手は温かく、父に何度もありがとうと心の中で叫ぶ。大好きだった父、よく遊んでくれた父、私は父のためにも強くなりたいと思った。
私、おばさんたちと一緒にいたい。そう言うと、おばもおじも喜んでくれた。おばたちと一緒にいるためには、いろいろ手続きが必要らしく、それまでしばらくかかるけど、気にせず一緒にいていいらしい。私は、おばたちのために、頑張って手伝いをしようと決めた。朝ごはんや夜ごはんも手伝い、お風呂掃除やトイレ掃除もしていると、逆におじたちから心配されるように。小学生らしく遊んでろと言われ、私は何も思いつかず、とりあえず宿題をすることにした。めぐみ、今まで家でずっと家事してたの？夜ごはんを食べながらおばに聞かれる。うなずくと、隣に座るおじが抱きしめてきた。小学生なのに、苦労したんだね。いや、手伝いくらいするだろ。でも頑張りすぎというか、無理してる感じなのが気になってさ。確かに、私は母に褒められたくて頑張ってたから、ちょっと無理してたのかもしれない。自分でも自覚してなかったことに気づき、無言になる。結局褒めてもらえなかった頑張り。母は、そんなことをきっとどうでもよかったんだな、と思う。もうここでは何も気にしなくていいんだよ。手伝いはしてもらうけど、あんたが一番考えないといけないのは、友達や学校とか自分のこと。ちゃんと自分を大切にしな。おばに言われた言葉は、じーんと私に響いた。おじもうるうるしながら何度もうなずいている。私はおばたちと一緒にいられることがとても幸せだと感じた。父の葬儀から2週間経ったある日、小学校の先生から職員室に呼ばれる。何だろうと思っていると、母から電話がかかってきていると言われた。先生たちは詳しい事情をきっと知らない。このまま電話に出ないと先生たちが困ると思い、震える手を抑えながら電話に出る。もしもし。めぐみ、さっさと電話に出なさい！久々に聞く母の声は、前のように怒鳴り声だった。あんた今どこにいるわけ？置いてった施設にいないらしいじゃない！うまく声が出せず、無言になる。ちょっと聞いてるの？まあいいわ。あんたを迎えに行くから。そしたら手当てが入るからね。今ママお金に困ってるのよ。母からの言葉で気持ちがさっと冷めるのが分かった。こんな人に愛されたくて、こんな人に褒められたくて、こんな人に父を裏切られたのかと思うと悔しくてたまらない。今の私には、おばとおじがいる。大切な場所がある。そして、大好きな父が見守ってくれている。私は強くなれる。私に母はいませんが。気づくと、私は母にそう言っていた。はあ？何言ってんの？人違いじゃないですか。それじゃあ、さようなら。ちょっと私は勝手に電話を切る。横にいた先生が驚いていて、母じゃなかったのかと聞かれたので、知らない人でしたと答える。この電話は不審な電話として扱われ、学校で注意が呼びかけられることとなった。そして、下校時刻に母が来るかもしれないと思い、私は学校の公衆電話からおばに連絡。おばは今すぐ迎えに行くと言ってくれて、すぐに来てくれた。その時に学校の先生にも事情を説明してくれたようで、学校から児童相談所に連絡を入れてくれることに。私が帰宅した後、やっぱり母が迎えに来たようだが、先生たちが対応してくれたようで、母は苦虫を噛みつぶしたような顔をして、しぶしぶ帰ったそう。その後、学校に母が突撃してくることはなかったけど、用心のためということで、下校時刻前には、おじかおばが迎えに来てくれることに。
申し訳ないと思ったけど、おばもおじも何も気にするなと笑って言ってくれた。おじとおばのおかげで私は幸せな日々を過ごせている。学校でも先生たちが気にかけてくれて、自分の周りにはたくさん味方がいるんだなと嬉しく思う。それから少し経ったある日、家の電話が鳴る。最近はおばたちの家にかかってくる電話も私が出たりする。なのでいつものように電話に出た。もしもし。すると電話口から聞こえた声は聞きたくない声だった。あら、めぐみじゃない。やっぱりそこにいたのね。声ですぐ母だと分かった私は固まった。なぜここにいることがバレたんだろう。誰も言うはずないのに。そんなとこいないで早く戻ってきて、こっちは大変なんだから。黙っている私に一方的に淡々と話す母。母によると浮気相手の会社が倒産したらしく、お金がないらしい。私と一緒にいれば国から手当が入るらしく、それがないと生活できないそうだ。浮気相手とは結婚するつもりで、現在は事実婚という形だそうだが、生活できなくなるなら別れようとも考えていると。私にはよくわからない話で、理解できたのはお金のために私が必要だということ。学校に電話してきた時もそんなことを言ってたから、よっぽどお金がないんだろう。私がずっと無言でいると母もだんだんイライラしている。怒鳴られているとすっと電話を取られた。驚いて振り向くとそこにはおばが立っていて、私にニコッと笑う。しかし次の瞬間、おばの顔は般若になった。ちょっと返事くらいしなさいよ。聞いてんの？ギャーギャーうるさいんだよ。わめかなくても聞こえてるっつの。え？電話越しでも聞こえていた母の声が聞こえなくなる。私はドキドキしていた。自分の娘に恥ずかしくないの？金のために戻ってこいだと？ふざけんな。恵みを何だと思ってんだ。あなたには関係ないでしょ。めぐみは私の娘よ。返して。その娘を施設の前に放置したのは誰だ。調子のいいこと言ってんなよ。警察に言うわよ、誘拐されたって。ああ、言ってみろよ。こっちはあんたがめぐみにひどいことをしてた証拠があるから、それも出してやる。むしろ警察に言ってくれ。ことが早く解決しそうだからさ。なんですって。おばと母の言い合いを聞いていると、私のせいで迷惑をかけている気がして少し落ち込む。その時いつの間にか帰ってきてたのか、おじが後ろから頭を撫でてくれる。大丈夫だよ、俺らに任せてよ。ここは大人の出番なの。そう言って私の手を引いてまたホットミルクを作ってくれた。めぐみちゃん、ホットミルク好きだよね。結構飲むから。うん、初めて飲んだ時美味しいと思った。だから好き。それを聞いておじは嬉しそうに笑う。しばらくするとおばがリビングに戻ってきた。私が心配そうに見ていると、それに気づいたおばが私の頭をぐしゃぐしゃと撫でる。なんて顔してんの。何も問題ないよ。あんなの私の相手にならないって。私は髪を整えながらおばにありがとうと伝える。それから夜ご飯の準備を手伝う。おばたちの家に来てから手伝いがこんなに楽しいものだと初めて知った。数日後、鳴った電話を取るとまた母だった。おじとおばからもう電話に出なくていいとも言われたけど、私は少しでもおばとおじの役に立ちたい。めぐみよね、ママ本当に困ってて助けてほしいの。前も言いましたけど、
私にお母さんはいません。まあ、なんて薄情な子なの。あなたを育ててきたのはママでしょ。パパと三人で過ごした楽しい日々を忘れたの。母からパパという言葉が出て、ドキッとすると同時にイラッとした。私にお父さんがいた時はとても楽しかったです。でも優しかったのはお父さんだけです。お母さんは私を捨てたから。思い切ると自分でも驚くほど大きな声が出た。すると自分の気持ちがスーッと晴れていくのがわかる。それからは母に何を言われても言い返していた。あんた、それでも私の子なの？捨てたんじゃないわ。預けただけよ。ガキは邪魔だから施設に行けって言いました。笑いながら言いました。そんな人、お母さんじゃない。あれは、言わされたのよ。そう、悪いのは私じゃない。それでも見捨てられた。だから私にお母さんはいません。お母さんがいるとするならおばさんです。お父さんはおじさんと天国に行ったお父さんです。洗脳されてんじゃないよ。ズベコベ言わずにさっさと戻ってこい。気づくと私は泣きながら母と口喧嘩していた。でも不思議と気持ちは軽くて、今までたくさんのことを我慢していたのかなと思う。じゃあせめてあんたがいる家に私も住めるように言ってちょうだい。このままじゃ私ご飯も食べられない。無理です。私の大好きな人たちに迷惑かけないで。ふと誰かの気配がして後ろを向くと、おばとおじが立っている。おばは私の頭を撫でて、よく言ったと褒めてくれた。おじは半泣きでうなずいている。そしてまた電話を代わり、おばが母と話してくれていたけど、なぜかおばは嬉しそうだった。おじが言うには私の言葉が嬉しかったんだそうだ。おじからもお父さんと言ってもらえて嬉しいとお礼を言われる。勝手に言っちゃったことだったけど、喜んでくれるならそう思ってもいいのかなと私も嬉しくなった。それからしばらく母から連絡が来ることはなかった。おばとおじのおかげだろう。私がおばとおじと暮らすことに慣れてから、おばは私にスマホを買ってくれた。初めて持つスマホにテンションがすごく上がり、スマホを持っている友達と連絡先を交換したりして、今まで以上に楽しく過ごしている。平穏が続いたある日、珍しく家の電話が鳴る。母とのことがあってから、学校はおばかおじのスマホに連絡することになったし、私もスマホを持たせてもらったので、友達からかかってくるのはスマホになった。誰だろうと思いながら一応出る。もしもし。ハイテンションな私とは裏腹に、電話口の人はとても元気のなさそうな声だ。もしもし、私だけど。最初は誰なのかわからなくて、かけ間違いではと思ったくらい。学校でも知らない人と話さないように言われているため、電話を切ろうとした。ママよ、ママの声を忘れるなんて。ああ。それを言われてよく聞いてみると、確かに母の声。以前とは比べ物にならないくらい張りのない声は、本当に誰だかわからなかった。もう6年生なのよね。今誰もいないんですけど。そう言うと母は泣き出す。私は切るに切れず、どうしたらいいのかを考えていた。実はママ入院してるの。病気になっちゃって。病気で入院していると聞いて父を思い出す。今は思い出しても悲しくはならない。むしろいい思い出をいっぱいもらったから、思い出すと元気になれる。
誰も面倒を見てくれる人がいないの。だからママの世話をしてくれない？それに入院費もかかっちゃって払えないの。あなたからおばさんに頼んでもらえないかしら。ちょっと、なんとか言いなさいよ。なんで他人の私がお世話しないといけないんですか？え？入院のお金もお断りします。おばさんたちに言わない。あんた、いい加減にしなさいよ。調子に乗るんじゃない。病人にしては元気がある。私は母が病気になったと聞いても父の時のように動揺しなかった。もう本当に私の中の母への思いは冷めている。何を言われてももう恐怖を感じない。だからといって何か文句を言いたいわけでもない。ただただ母をかわいそうに思う。いつか私が大人になってもこんな人にだけはなりたくないと母を軽蔑している。私は自分がこんなに冷たいことを言えるのかというくらい冷たい対応をした。私、スマホを買ってもらったんです。それにもうほとんど家の電話は使われてないから、この電話はなくすらしいです。だからもう本当にさよならです。そう言うと母は慌て出す。そんなこと言わないでね。あ、ならスマホの連絡先を教えてちょうだい。無理です。本当に私の世話をしてくれる人がいないの。お金も支援してくれる人いないのよ。じゃあお世話をしてくれそうな人に連絡しておきますね。私の言葉に母は少し勘違いしたようで、声が少し明るくなる。期待をしている声を聞いて私はため息が出た。私は病院の名前を聞いて電話を切る。そしてすぐおばに連絡する。今回のやりとりを話すと、おばは私を心配してくれたが、ちゃんと自分で対応できたことを頑張ったと褒めてくれた。そして私がお願いを一つすると、おばは了承してくれ、すぐある人に連絡してくれた。母に言ったように世話をしてくれそうな人だ。そして数日後、家の電話がずっと鳴っていることに気づく。これはきっと母からだろうと思い、私は電話に出なかった。それは夜まで続き、おばとおじが帰ってきてからも鳴っていた。ずっと鳴っていることを知らせると、おばがため息をつきながら電話に出る。すると、案の定母からだったようで、おばがバトルをしている。母はずっと私に代われと言っているようだ。それをおばが拒否している。電話越しに聞こえる母の声は、兄が来るなんて聞いてない。なぜ兄に連絡したんだ。と、自分のお兄さんが来たことにとても焦っている様子。私がおばに連絡してほしいと頼んだ相手が母の兄。前に母が自分のお兄さんを大の苦手としていることを聞いたことがあり、それを思い出したのだ。母のお兄さんはとても頑固で、義理、人情といった熱い人。そのため母の浮気など言語道断。おばから話を聞いた母の兄は激怒していたらしく、今すぐ迎えに行くと言っていたらしい。数年ぶりの兄弟の再会は最悪なものになったそう。それで母の怒りの矛先がこちらに向かったようだ。母とバトルしていたおばだったが、珍しくおじが変わってとおばに言っている。おじはとても優しいので、母の相手は大丈夫と思っていると、変わった途端すごい形相になる。あいつね、怒ったら私より怖いからね。おばが私にこっそり言った。おい、いい加減にしやがれ。そんなに話したいなら俺が言ってやるよ。めぐみの目の前で土下座させてやる。病人だろうと関係ねえ。覚悟しとけよ。
叔父が怒鳴るとひっと言い電話を切ったそうだ。お、切られちった。電話が切れた後の叔父はいつもと変わらずニコニコと笑っている。めったに怒らない人ほど怒ると怖いというのは本当みたい。その後母は兄の家に強制的に連れて行かれたらしい。というのも母の病気はすぐ治るものであったらしく、退院もすぐできたそうだ。兄の家に連れて行かれた母は農家で農作業を手伝いながら生活させてもらっているらしい。浮気相手と贅沢な暮らしをするはずだった母は農作業を嫌がったそうだが、兄に絞られ泣く泣く働いているとのこと。もちろんブランド品などの買い物はできず、村の人のお風呂の服などをもらい使っているそうだ。私はというと、手続きというものが済んだようで、叔父とおばの子供になることができた。その日はお祝いパーティーを開いてくれて、私はこれでもかというくらい笑った。そしてなんと、来年には私に弟か妹ができると分かり、私はとても嬉しく喜んだ。家族を大切にしよう。私は心の底からそう思う。